グレッグ・オズビーは、とても個性的な演奏スタイルと作曲で知られる、アメリカ合衆国のサックス奏者である。ミズーリ州セントルイスに生まれたオズビーは、ハワード大学で学び、それから、バークリー音楽大学に学んだ。オズビーの主な楽器は、アルトサックスだが、ソプラノサックスも演奏することがある。1985年から1991年まで、ジャック・ディジョネットのグループ、スペシャルエディションで演奏し、ジム・ホールやアンドリュー・ヒルなど、多くの伝説的なミュージシャンに囲まれて、レコーディングを行った。ジェリ・アレン、スティーブ・コールマン、ゲイリー・トーマス、カサンドラ・ウィルソンと共に、彼は、M-Bassコレクティブの創設メンバーとなった。1980年代に JMT レコードのために自分の名前でアルバムをレコーディングするようになり、1990年代にはブルーノートレコードでレコーディングを行った。2000年代になると自らのレーベル、インナーサークルミュージックを設立した。ファーザード、ゼロ、バンドインニューヨーク、シンボルズ・オブ・ライを含む1990年代のオズビーのほとんどのアルバムや、バンドに弦楽四重奏を追加したダブルカルテットにも参加した若手ピアニストのジェイソン・モランを世に送り出している。彼はまたフィル・デッシュ&フレンズと共演し、グレート・フル・デッドの後継バンドであるザ・デッドとのツアーを行った。彼はプレイボーイ誌の2009年3月号でジャズアーティスト・オブ・ザ・イヤーに指名された。フランコ・アンブロゼッティ・セシル・ブルックス3より、ケイン・スティーブ・コールマン・ロビン・ユーバンクス、ゲイリー・トーマス&リュー・ヒル・ジェイソン・モラン・ティネ・カポスマ。ありがとうございます。